トヨタとブラザーの工芸用ミシン2台あるんですけど、これオークションで全然ダメでした。で、鉄くずにすんのちょっともったいないので、ちょっと貿易屋さんに持ってってみようかと思うんですけど、どうなんだろう今工芸用ミシンって。今から積んじゃいます。2台積みました。で、この上に塩ビナミ板積んでいきますか。コンパネータで、で結構あったな、ナミ板これ100キロぐらいあるかもしれないですね。よし、行ってみます。波板下ろしてきました。なんと衝撃の110キロでした。で、次は貿易屋さんに向かいたいと思います。よし、行こう。工業用ミシン、貿易屋さんに売ってきたんですけど、1台たったの1500円にしかなりませんでした。どうなんでしょう、鉄くず3、4、10、あんま変わらないですね。やっぱり最近スクラップ屋さんにミシン置いてないですもんね。手作りで出しちゃってんのかな。全然ダメでした。俺1台3000ぐらいになるのかと思ったら安かった。ダメだ、全然ダメでした。なんでこんなに重要なくなってしまったんでしょうかね。厳しい。ミシンはけど、これやっぱ型番が良ければオークションで売れるんですけど、たまにミシン買い取れますかって連絡が来るんですけど、型番調べても全然値段ついてないから、なんか前1000円で買うよって言ったら、クリーンセンターで処分するのからいいですって言われてそれ以来、この前はただでともらってきても、あれ重いから奥さんと俺2人で行って家の中から出してオイルこぼれないようにしたり、なんだりがんだりして、一人では持っちゃがんないもんな、あれ。88。買い取りまではしてられないですね。型番次第なんですけど、やっぱり。あんま金になんないな、業務用ミシンも。型番が悪いやつは。家庭用ミシン、あれ昔は定期的に1万5000とか1万7000で売れるミシン出てきてたんですけど、なんか最近全然ミシンもダメですね、出てこないですね。
全然ダメだな。ないのかな、もう。そんなことはないか。けど、どうなの？この前もミシン3台あったって言ってるけど、みんなコンピューターミシンでオークション調べたら、二足三文で。ちょっと買い取りは厳しいってことになったんですけど、売り値が1000円ぐらいだから。あー、ダメだな、ミシンは。以上。今日の夕飯は、アジフライ。2匹入ってたんですよ、実は。で、俺1匹で丼2杯食いました。ソースドバドバかけて。いや、アジフライも2匹で400円ですもん。高いなぁ。またこれ、明日の夕飯に残しておきましょうね、1匹は。これ1匹で丼2杯食えると。